さんこんにちは、村岡美里です。ちょっといつもよりね、3000倍ぐらい顔が薄いんですけど、今回はリエンダビューティーのコスメを使ってメイクしていきたいと思います。イエーイ、楽しみ。さっさこの画面とはお別れしたいと思うので、いろいろねちょっとレビューしながら皆さんにお届けできればと思っております。それではじゃじゃん、かわいい。なにこれ。これね、実はのぞみ先生から、のぞみ先生ではね、こちらに画像を出しておきますね。リエンダの今プレスをされてる方なんですけど、その方と、EC 担当の、加藤聖奈ちゃんっていう、この二人が、今回、この1から作り上げたみたいで、ちょっと今回、こちらを開けていきたいと思います。すごいの、この質が。見て。なんかリエンダだから、ちょっとピンク系で来るのかなと思ったらね、さすが2名のセンスですね。これもらえるのかな、この箱。いいな、誰かにあげるときこれがいい。パカッて開けちゃいたいと思います。やだー、何かわいい。あ、ごめんなさい、そっちに見せてない。じゃあ、じゃじゃーん。そしてお手紙が入ってる。里さんが好きなピンクが入ったフラミンゴのパレット。待って、私ね、フラミンゴが一番かわいいってね、展示会の時に言ってたから、多分選んでくださってる女神。美里さんが好きなピンクが入ったフラミンゴのパレット、早く仕上がりのお顔が見たいです。私も早く仕上がりのお顔が見たいです。とにかくこだわりがたくさんなので、気に入っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。のぞみ、でもね、まあとはいえ、とはいえですよ、この皆さんにね嘘をつくこともダメなので、のぞみさん、さやださん、はっきりいろいろ言わせていただくので使っていきたいと思います。これはね、チーク、あ、じゃあね、待って、これチークだった。はい、じゃあアイシャドウって書いてあったので、アイシャドウから塗りたいと思います。アイシャドウはフラミンゴは03番ですね。うわ、ちょっとそっちが映っちゃう。ちょっとすごい映っちゃうけど、ブラウンの光沢のあるパッケージになっております。ほんで顔が映るぐらいミラーみたいになってる。おー、なに、素敵なカラーじゃないですか。うん、いいいいいい。そう、これね、すごい使いやすそうと思って、迷っちゃう迷っちゃう。せっかくなので、この4色は全部使ってみようかな今回。まずじゃあこのピンク塗った時の発色の感じとかお見せしようかな。このピンクは結構薄そうなので、あ、ほらほらね、ちょっとほんのり系なので、今ピンクを塗ってみました。綺麗、結構月がいい。こんな感じの、こんな感じの発色です。じゃあ次はこの上にオレンジを重ねてみようと思います。オレンジはちょっと真ん中から目の外側とかにかけて使おうかな。ピンクとオレンジ使ってますみたいな。オレンジ塗ってみた。いやだ、かわいい。オレンジかわいい。ここちょっとピンク残しながら、こっちにオレンジ入れてみました。ほんのりこっちにかけてオレンジになってるよみたいなやつが、最初に下にピンク引いてるポイントかもです。でもこれ一色でも十分かわいいわ。単色のパワーが強い。いい、なんかちょっとカラーメイクやってる感出ますね。このブラウンをちょっと目の際にのせようかな。あ、ブラウンはねちょっと赤みがあるかも。この際のとこにちょっとだけ引こっかな。目がぼんやり見えないように。うん、ああいいいいいいかも。あとアイライン、今回ちょっと引かなくてもこのカラーシャドウを活かしたいので、ちょっとアイライン風にこの辺にアイライン引かない分ね、ブラウン仕込ませとこうかなと思います。ちょっとアイライン風にちょっとほらふわって目尻に入れました、ブラウンを。で、このキラキラをまぶたの真ん中部分に塗りたいと思います。ここね、ここまぶたのアイホールの真ん中に、ここじゃじゃん、こんな感じでキラキラさせてみました。そしたら次、目の下、私の大事な目の下、キラキラさせたいので、キラキラを引いていこうと思います、まず。目の下をキラキラさせたところで、細い筆で、ブラウンをこの辺に入れたいんですけど、ブラウン急にここに入れると強くなりそうなので、なんかオレンジをちょっと先に仕込んどこうかなと思います、この辺にね。ちょっとブラウン乗せて、いこうかな。でもオレンジ結構目頭ぐらいまでやっても可愛いかも。ここがね長くて面長系なので、下に入れるのって大事なんですよね。オレンジ結構入れても可愛い。なんか使いやすいオレンジだな私これ。はい、こんな感じです。こんな感じでございます。で、最後に
マスカラを塗りたいんですけど、マスカラはブラウンの黒とかじゃなくて邪魔しない感じにしたいと思います。で、カラーマスカラとかも可愛いと思うんですけど、今回このアイシャドウがねちゃんと生きるようにブラウンのマスカラでさりげなく塗ろうと思います。マスカラ塗ったらこんな感じです。そしたら次何があるんだろう。あ、いい、チークがありました。チークこれはテラコッタオレンジ、こんな感じですね。まるで同じようなね、このパッケージで。あって、これ本当に嬉しい、筆ついてる、これおっきい、さすがです。のぞみ様、せいな様、さすがです、ありがとうございます。チークの筆を持ち歩くのは本当に全員嫌だと思うので、ついてます。で、こうやって入ってたから多分こうやってね入れてていいんだと思う。で、乗せていきます。私あんまチーク塗らないからほんのり塗ろう。あ、こんな感じ。あ、自然な発色ですね。筆の柔らかいこと、柔らかいこと、うんうん。あ、でもなんか私チーク塗った方がいいのかも、なんか若く見えるあのテラコッタオレンジなので肌なじみがいいカラーですね。で、アイシャドウとの統一感もあったので、なんかね余白が気になるからチークあった方がいいんだけど、あんまり塗らないけど、これは塗ろうっと。これはですね、ハイライト、展示会の時に出会った時にめっちゃいいやんってなって、しかも私の好きなね、このバーム系のハイライトだったんですよ。ハイライトです。クリーム系のハイライトになってて、こんな感じ、自然な肌ツヤが完成します。まあとは人によってあの入れたいところに入れちゃってください。で、ハイライト、あと顎とかあの鼻根の部分とかいろいろお好きなところに塗っていただいていいんですけど、これね、あのクリーム系のやつって結構肌なじみが良くて白っぽくならないから、ハイライトとしてこの凹凸を出す効果がないやつも多いじゃないですか。でもこれ塗った感じがちゃんとちょっと白っぽくもあるんですよね。この飛び出て見えるこことかね、こことか、こう立体的に浮き上がるっていう効果もあるから、ツヤと立体がセットになってるかも。あ、そうだそうだ、これもねめっちゃのぞみさんおすすめって言ってた。いや、パッケージ可愛すぎない？リッププランプだそうです。美容成分が入っていて、あのおすすめはリップ塗る前に塗るのがおすすめって言われたので、ちょっとリップ塗る前に塗ります。なるほどね、なるほどね、もったり系、あの1回の一塗りで十分なぐらいもったり。 あとなんかやっぱこう結構プランパー系だから少しスーッとする。じゃあ次はティンテッドマットインク、これこちらです。可愛すぎるでしょう。結構ティント系だから色濃くつくのかも。ちょっと手に出してみようかな。あ、こそ結構みずみずしい、見えます？皆さん、いきます。あ、でもやっぱ先に塗ってる方がいいかも。プランパー塗ってると伸びがいい、あとベタっと色がつきすぎないから先に塗ってるのがおすすめ感です。え、色可愛くない？何、リエンダビューティー、すごいすごいですね。はい、それでは皆さんいかがでしたでしょうか。私がこのリエンダビューティーを使って思ったことは、アイシャドウが捨て色なしどころか全部が主役級すぎて困る。単色使いができるパレットって結構珍しいなと思いました。単純にコスパが良さそう。リップもそうですけど、チークもアイシャドウもつきがいいので何回も重ね塗りする必要がないと思いました。あともう一個思ったのは、意外とこれ大事、パッケージが可愛い。人前で出しても高級感があるパッケージなので、人前で出しても恥ずかしくない高級感のあるパッケージがいいなと思いました。で、見てる方使ってみたいですよね。そんな皆様に朗報でございます。8月24日から8月30日の期間ですね、アットコスメ東京でリエンダビューティーポップアップが開催されるそうです。リアルにこのリエンダビューティーの世界観だったり色味とかを皆さんに感じていただける機会があるそうなので、ぜひ皆さんこの機会に行ってみてください。私はちなみにもう一色、あのパープルのアイシャドウパレットもすっごく気になってるので、それもゲットしようと思ってます。長くなりましたが最後までご覧いただきありがとうございました。それではさよなら。